愛してるよ。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 愛してる。愛してる。愛してる。笑顔が可愛いよ。愛してる。愛してる。ひょうにょ。せーの、さあ始まりました、少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい、今日ははい素敵な、うん、あ素敵なゲストさんが来ていただきました。ご紹介します。はい、 YouTube チャンネルさんです。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。少量チャンネルをご覧の皆さん、はじめまして、 YouTube チャンネルのゆきとゆうとです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっとです。コラボできることになりました。はい。というわけで。はい。というわけで。今回は？今回は。うん。僕ら、共通点がカップル。うん。ね。僕ら付き合ってどのくらい？何ですか？緊張しすぎじゃない？してないんですけど。してないの。なんかもう、してない。喋りのテンポがおかしいな。してないの。違うよ。ついてこいよ。なんか僕らも気をつけて。はい。僕ら付き合ってどんぐらいだっけな。ね、多分4年目とかじゃないかな。そうね。うん。付き合ってどのくらいですか。付き合って、うちでも4年目。あ、同じくらい。うん。そう。いやもうね、うん、勝負しようと思って。お勝負。何勝負、はい、何勝負何勝負、いろいろ。いろいろ勝負。まあ今から言うんだけど、うんうん、勝負してどっちのカップルがより仲いいか、うん、仲良く見えるかっていうのをね、ちょっと勝負して皆さんに決めていただこうと思っております。参加型、今回ですね、3本の、うん、あの勝負をするんですけれども、うん、勝負の勝敗っていうのは、まあ見ている方に、決めていただこうと思っておりまして、ぜひですね、コメント欄にどっちが勝ったっていうのをね、書いていただけたらいいなと思っています。はい。結果はですね、後日、SNS で発表できたらいいなと思っているので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。はい。はい、というわけで、まず最初の対決は何でしょうか？でしょう。まず、うん。愛してるゲームしてみよう。ひょうにょ。愛してるゲームね。はい。愛してる。以前ですね、僕たちの動画で、僕と翔太二人でやった動画がアップされてると思うんですけれども、はい、今回ですね、YouTube チャンネルの二人と僕たちで愛してるゲームを、それぞれにやって、どっちが愛があるか。そうそうそう。それはもう、見てくれてる方が決める。判断していただければと思います。判断していただければと思います。はい。じゃあ、先行後攻を決めようよ。うん。じゃんけんする。じゃんけんしよう。うん、翔太。え、言うと何出そうかな。何出す。じゃあグー、はい。オッケー、はい、はい、好きなの出して。いやー、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。あーね、あ本当にこれ何できた。そしたら、そしたらまず先行後攻どっちにしようかね。U2 チャンネル先行が良くない？はい、うん、そうだね。ちょっとうちらのチャンネルで2人のラブラブっぷりをちょっと見せつけてもら、見せつけてもらおうかなと思います、うん、よろしくお願いいたします。終了。そうです、そうです。なるほどなるほど。あ、やんでくれた、嬉しい。すごい。あれ、どうやってやましたの。いや、別に何もしてない。じゃあ俺のカード。あ、そういうこと。そういうことじゃねえ。すごい。一歩って仕事さん、なかなか愛してる言い続けるには長いよ。何緊張させるの。はい、というわけで、U2 チャンネルさんに。こんな間近で、うん、本当に。ちらっと一瞬見せて、こんな距離でやらせるよっつ。近い、近いよ。近いよね。ね、先行でね、U2 チャンネルさんに愛してるゲームをしてもらいたいと思います。うん、制限時間は1分。ちょっと長いけど。頑張ります。はい。はい、1分、いいじゃん、いいじゃん。愛してる、言いまくってください。はい。はい、では行きます。うん、よーい、スタート。愛してるよ。うん、僕も愛してる。愛してるよ。うん、大好き。愛してるよ。愛してるよ。愛してる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 。視聴者さんってこんな。愛してる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 よ。愛してるよ。愛してる。大好き。愛してる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 。大好き。愛してる。大好き。うん、僕も大好きだし、愛してる。うん。あれも愛してる。愛してる。愛してる。うん。愛してる。うん。愛してる。
愛してる。愛してる。おー、こんなまじまじに見ることないからさ。いや、本当に。やばい。いや、ね。ね。新鮮。視聴者さんってこんな感じなんだな。確かにね。めっちゃレアだよね。うん。うん、見てるこっちが熱いもんね。こっちも熱い。そして1分がすげえ長い。そうだね。申し訳なかった。はい。いいですね。いいと思う。ね、素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ、はい、続いて僕らが、はい、やりましょう。やりましょう。見せつけてやろうぜ。ひょうにょう。はい、というわけで。どうしよう。まあ、いつも通りすればいいんじゃないかな。そうだね、ちょっと。うん、まあ、いつも通り。負けてらんねえぜ。じゃあ。なんか緊張してきた。はい、いつでもいいですか。はい、どうぞ。では、しょうりょうさんの、はい、愛してるよゲームです。スタートー。ちょっと待ってね。はい、愛してるよ。愛してるよ。愛してる。愛してる。笑うなよ。愛してる。まあ、負けちゃう。ちょっと待って、愛してる。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 愛してるよ。愛してる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 。これ待って。大丈夫かな。大丈夫。恥ずかしい。めっちゃ汗かいてるよね。汗出る。うん。いや、恥ずかしい。もうなんか受けるし。恥ずかしかった。うん。何やってんだろう。一瞬我に返る。なんかクスクスって聞こえてくる。それもなんかちょっと恥ずかしくなりますよね。確かにね。はい。はい。はい。というわけで、はい、はい、まず第1回戦、はい、愛してるゲームでしたー。はい、じゃあ続いてですね、第2回戦に行きたいと思いまーす。終了。第2回戦の説明をしよう。はい、というわけで、はい、第2回戦。イエーイ。第2回戦は、おんぶしてスクワット対決制限時間は1分。はいはい、で、1分のうちに、相手をね、おんぶした状態で何回スクワットできるかで対決したいと思います。で、ふーチャンネルさんは、どちらがどちらを、じゃあ僕がおんぶします。はい。勇気持てない、多分。プルプルしてる。で、僕たちはですね、翔太が僕を、おんぶします。はい。もしやられるんで。そう。いろいろ心配になっちゃうからね。まあでも一応回数は数えるけども、まあ、勝敗は、見てる方が決めるので、まあ、ここでね、頑張るか、それとも。そうそうそう、見捨てるかね。見せるか。そう。って感じよね。ね。それでちょっとね、判断してもらおう。と思います。というわけで、やっていきましょう。イェーイ。お願いします。ひょうにょう。じゃあ、はい。早速、おんぶをしていただこうではないか。はい。そうそうそう。いくよ。ほい。そう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 。あ、ちょっと待って、待って、待って。先生、すいません。よし。うわぁ、重い。では、いきまーす。はい。はい。せーの。2。お。3。3。頑張れ、ショタ。4。プルプル。負けるな。5。負けるな、ショタ。絡まるな。4。3。2。1。絡まるな。おー。マジでできちゃった。ただただ疲れた。なんだったの今。いや、ほら、これでね、いざという時は、助けてくれるっていうことが分かる。確かに。そうそう。確かに。見捨てることはないよ、二人ともっていうね。ずれてるよ。うん。上の二人はちょっと分かんないけどね。はい。というわけで、第2回戦はここまでです。はい。次、第3回戦、いきたいと思いまーす。イェーイ。はい。ありがとうございます。終了。めっちゃ綺麗じゃん、こっちの方が。ほんと、そんなことないって。
というわけで、はい、第3回戦イエーイ、はい、うん、第3回戦なんですけれども、はい、それぞれにお互いのいいところをどんどん言ってもらいたいと、どんどん言ってもらいたいと思います。はい、制限時間は30秒、どれだけお互いのことを褒められるかを対決したいと思います。はい、で今回も、うん、あの測ってるので、チャイムが鳴ったら終了って感じで、はい、はいはい、で今回はですね、うん、U2 チャンネルさんに先行でやってもらいたいと思います。はい、別にアクションね、うん、つけてもらっても何でもいいの。アクション何でもね俺らはね、ただ燃えてるだけなんでというわけで、はい、やっていこうと思います。それではお願いします。じゃあ、どっち先言うの。じゃあ30秒数えます。ゆうとの先言うの。はい、はい、じゃあ、いきます。はーい、よーいスタート。かっこいい、かわいい、元生徒会長目がクリクリしててかわいい、鼻が高い、うん、笑顔がかわいいよ、うん、イケメン肌がめちゃくちゃ綺麗、うん、細いゆうたの方が細い俺じゃない、うん、はい、終了。意外に30秒経った、うん、すいませんが10個くらい5個くらい言えたのかな、うん、あ、そんな言えててよかった、言えた、うん、ねえ、よかった、うん、でも、なんか、ね、細いとか細いそこまで別に細くないね、いいね、うん、うん、だから止めるのが申し訳なかった。確かにね、びっくり、もっとね、時間あったらたくさん言えたかもしれないけど、いいですね、続き言うからねひょうにょ、どっちから言う、どうしようかね、どっちでもいいよ、じゃあショートから言って、うん、もうポッポッポって言ってくる、あ、いいよでも、まああれだよね、りょうさんもポッポッポッポ出てくる、あ、そうね、もう長いしも、うん、はい、はいはい、ではしおりやさんの番です。よーい、はい、スタート。かっこいい、ポムポムプリンみたいでかわいい笑顔が素敵、プーさんみたいでかわいい身長高い、ダンボみたいでかわいいどうしよう、優しい、食べっぷりがいい、あーあまあ、ちゃんとこんなちゃんとしたことお酒いっぱい飲む、早いですよね。早い。早い。言えたかな。言えたかな。かわいいしか言った。いいよ、いいよ、いいよ。キャラクターセリーズ。そうそうそう。なんかもう、キャラクター探すので頭痛い。はい。というわけで、第3回戦は、あの、お互いのいいところを言い合う対決でした。終了。あ、そういう感じ。ちょっと待って、対抗する。あ、これでいいんだな。座れ。いいよ。あ、いいね。はい、はい、というわけで、今回はですね、あの、U2 チャンネルのお二人と3本勝負をやってみました。またコメントで、うん、結果をね、うん、みんな書いていただければと思います。うん、ぜひぜひ、お願いします。お願いします。で、僕たちもですね、U2 チャンネルさんの方に出させていただいてますので、そちらもぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします。概要欄に貼っておきますので、よろしくお願いします。はい。はい、というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。